チームビルディングの活動は、これも一つが事例があって、やっぱ優秀の時ほどこれ活躍します。特にこの、あの、弊社はコロナでクラスターになった時もありました。これもすごいやっぱ一つの目的、一体感という部分。大変な時ほどこの一体感を感じることってあると思います。目的が明確なので。この辺も、あの、日々の努力の積み重ねだと思ってます。信頼関係の構築ですね。コミュニケーションの構築もこれに関わってきます。 で、貢献評価でお互いを見抜く。で、結果的にそれが目的達成、目標達成になっていくと、それが喜びにつながっていくということになっていくんですよね。クラスターを終わらせ、収束させるとか、クラスターをなんとか終わらせるっていうことは、正直良くないことでもあるんですけどもあの、収束させていくためには、そもそもの土台がないといけない。チームがなきゃ存在しないと、本当は早めにも収束しない。 っていうことなんですよね。なのでチームワークの向上っていうのはすごいやっぱ大事。それはやっぱり多様性を理解しないと意味がないっていうことです。それぞれの違いを理解して、それぞれの強みをちゃんと引き出せるような日頃の研修であったり、学びがなければいけないんだっていうことなんですよね。